埼玉県の記念物では、埼玉県に所在する史跡、名称、天然記念物について外説する。日本の文化財保護法では、史跡、名称、天然記念物を合わせて記念物と称する。埼玉県では、長ロが、その学術的価値により、国の名称と天然記念物の二つの種別の記念物に重複して指定されている。 縄文海神の最も進んだ縄文時代前期には今日の東京湾が埼玉県南東部まで入り込んでおり海面かもしくは浅瀬になっていたものと推定されており縄文時代の遺跡も低質な地域の動植物や内湾に生息する海、さらには淡水性の魚介など多様な動植物を利用して生活していたものと推測され指定史跡からも そのことを裏付ける資料が多数検出されている。埼玉古墳群は、若竹の金蔵元名を有する鉄剣が、東海山古墳から出土したことからも、5世紀代の大和朝廷の地方進出を裏付ける資料となっており、地方豪族の成長とともに、大和王権への従属及び連携を表す貴重な証拠を示している。熊本県の江田船山古墳出土台等の 若竹る大王の銀蔵元明と並び、日本の国家形成を考える上で、極めて示唆するところが大きい。中世にあっては、板東八平市あるいは、武蔵七島と呼ばれる、東国武士団の本拠地であり、それにまつわる史跡が多く、また、伊丹文化発祥の地として、南河原石東馬や野上下五石東馬などの、古く、規模も大きく、微麗な石東馬が、 数多く存在している。近世においては、江戸に近い内陸圏として、関所跡や船堀跡などの交通にまつわる史跡が目立つ。偉人としては、群書類獣の編纂で知られる、花輪保吉一や、近代日本資本主義の祖と言われる、渋沢栄一がいる。名称単独の指定はないが、長泥が、名称及び天然記念物に指定されている。上谷のオークス。 ありがとうございます。